どうしますか。この辺が安定しそうですね。皆さんこんばんは。こんばんは。日本維新の会代表馬場伸幸でございます。今日は四国シリーズということで朝松山空港に降り立ちました、はい、そして四国をずっと縦断してきまして今こちらの方にお邪魔をさせていただきました。長らくお待ちをいただいた皆様方、そして今この寒い中でお話を聞いていただいている皆様方、心から感謝を申し上げたいと思います。さてこの選挙もラストサンデーとなりました。これから1週間で今後の日本の方向性大きく変わっていくかどうか、それが占われる非常に重要な選挙です。日本維新の会はこの徳島2区からは法理聡さんを公認させていただいております。ぜひ皆様方の温かいご支援を法理さんに賜りますよう心からお願いを申し上げます。さて、先ほど青島参議院議員がこの政治とお金の話をしてくれました。もうね、国民の皆さん方もヘキヘキされてると思うんですね。何でもいいからちゃんと改革しろよということが皆様方の結論だと思います。ですからもう今日は私からは政治とお金の話しません。ただ私たち維新の会は有言実行で政策活動費や旧文通費や企業団体献金の禁止やそういうことは自らやっていくと、自分たちでできることはごちゃごちゃ言わずに率先してやっていくということを皆様方にご報告をさせていただきたいと思います。そして今日は皆様方にぜひお伝えをさせていただきたいのは、皆様方の身の回りの生活、これに関することなんですね。やっぱり皆さん方、社会保障や今どんどん物価上がっています。手取りはなかなか増えない、どうなってるんだろうというふうに思われている方たくさんいらっしゃると思います。これね、皆さんまず思い出していただきたいのは2012年に旧の民主党と自民党と公明党、この3党が3党合意というのをやりました。これ一体中身何だったのか、税と社会保障の一体改革といってですね、年金、医療、介護、子育て、こういった社会保障分野を充実させるために消費税上げさせてください、そういう話でしたよね。で、国民の皆さん方もその話を聞いていただいて、そうか、年金、医療、介護、子育て、こういった分野が自分たちが安心できるようにやってくれるんなら、消費税上がっても仕方ないな、そういう気持ちでね、あの時同意をされたと思うんですね。ところが以来12年経って年金、医療、介護、子育て、社会保障どうなってますか。皆さん方安心できていますか。あの時に100年安心安全プランと言ったんですね。100年間はこれで十分やっていけます、そう言っていたのに、もうすでにですね、これ年金は保険料が上がる、年金をかける年齢は65歳まで上がっていく、そして年金支給は70歳からにしようとか、今そんなことまで言ってますからね。全然年金安心できません。で、医療もそうです。これどんどんね、医療費上がっていっています。何が問題かといえば、医療費年間で今47兆円、これ47兆円もかかれば、皆さん方、若い皆さん方が払っていただいている社会保険料、これどんどん一緒に上がっていきますから、ですからなんとか医療費を圧縮して、そして社会保険料を下げていく、こういうことをね、やらなければならない時代になっていると思いますが、全然そういう話出ませんよね。なぜか、医師会とかね、そういうところから自民党や自民党の国会議員がたくさんの献金を長期間もらってるから、そんな医療改革できないんですね。そして子育て、これもね、今ひどいこと考えてますよ皆さん。これ子育てに対する支援を
これからもっとやっていきます。子育て世帯に対する支援をもっとやります。こう言っていますね。これ年間お金に直すと3兆6000億円です。このお金ね、どうやって捻出するんですか。青島議員も国会で何度も聞きました。これ皆さん恐るべきこと考えてますから。これはね、今サラリーマンで働いている皆さん方、毎月社会保険料をお支払いいただいています。これは将来の年金や今医療にかかっていただくための医療保険、このためにこの社会保険料を払っていただいてるんですね。でもこの社会保険料に上乗せをして、そしてその上乗せをした分で子育て、子供を育てていただいている世帯の皆さん方の支援に使う、こういうね、恐るべきことを言っています。これね、うまく言っていますけれども、車で言うとアクセルとブレーキ一緒にバーンと踏んでるようなもんで、一見良くなるかのような風に見えますけれども、実際には手取りは増えません。今物価高でどん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 物価が上がっていっている。まあ、このハローズではもっと安いんでしょうけれども、昨日の私が見たテレビではトマト1個300円、ね、レタスが1玉240円、こんなね、もう宝石を買うぐらいの値段で野菜を買わなければならない。もう家庭の主婦の皆さん方、お困りになっていると思います。ですから税と社会保障の一体改革をやると言ってやらない政党が、これを物価高に対して皆さん方のご家庭の皆さん方の所得の手取りを増やすとかいろんなことを言っていますが、絶対にできません。で、我々維新の会ならどうするかと、まあ皆さん方思われると思いますが、この皆さん方の手取りを増やしていくためには即効性のある方法3つです。1つ目、消費税減税します。これ 2% 減税をして、せめてこの賃上げが物価高に追いつく、それ以上になるまでは消費税減税すべきです。で、これなかなかできないと言われていますが、できます。これはできない理由をいろいろ考えている財務省の偉い方々から、そういうことを吹き込まれた政治家ができない理由を言っているだけ。上げるときには上げれて、下げるときには下げられない、そんなおかしな話ないですよね。2つ目、社会保険料の圧縮です。これは先ほど申し上げました、社会保険料を払っていただく、そこに子育てに対する支援のお金も乗っていく、どん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 毎月天引きをされるお金、徴収されるお金が増えていきます。ですからこの社会保険料を圧縮すれば手元にお金が残ります。要は手取りが増える、可処分所得が増えるということですね。で、3つ目、教育の無償化、これを全国的にやります。これはちょっと自慢話ですけどね、この維新の会というのは大阪で生まれた政党、大阪でどんなことをやってきたか、地方議員の定数徹底的に削減しました。報酬もカットした。なんと大阪府議会ではね、最終的に30人も議員減らしたんですね。で、報酬は3割カット。これずっとやっています。で、それをスタートとして行財政改革を徹底的にやって、生み出された財源で教育の無償化にチャレンジをしている。今大阪でどういうふうになっているか、徳島の皆さんね、もう大阪のすぐ隣ですから聞いていただいているかもわかりませんが、幼稚園保育園の幼児教育の無償化、これもどんどん広がってます。小学校中学校の給食費の無償化、これもやっています。中学生には塾代助成ということで月1万円のクーポン券をお渡しをして、そして塾代お稽古ごと習い事に使っていただいている。私立高校の授業料の無償化ね、これ国もやってますけれども、大阪ではもう所得制限なし、私立高校に通っていただく子どもさんは全員この授業料無償ということをやっています。そして何といっても大阪の公立大学、この大阪公立大学はなんと皆さん3年間大阪に住んでいた子どもは入学金、授業料無償です。これね、
すべての教育を無償にするということを大阪ではチャレンジをしている。なおかつ今政府がやっている何か新しいことをするときに増税をしたり新たな負担をお願いしたり一切それやってません。税金を上げたり何か新しい負担をしていただいたりそういうこと大阪では一切やっていません。ですからね、このやり方、このやり方を徳島県でもやらせていただきたいんですね。そして福岡県でもやる、岡山県でもやる、どんどん都道府県がそういうことをやると国もやらざるを得なくなります。それで日本大改革がどん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 進んでいく。私たちはこういういいサイクルをコツ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 とやってきました。今選挙でね、いろんなところでいろんな立候補者政治家が皆さん方の耳障りのいいことを言ってると思います。でも選挙が終わると政治家はやりません。約束したことを忘れます。政治家嘘つきですから。政治家である私が言っているから間違いない、ね、ですからね、やっぱりね、有言実行、改革を確実に前に進めていく、その政党はどこですかと皆さん方冷静にお考えいただきたいと思うんですね。この徳島四国は自民党王国と言われてきました。もうね、皆さんが自民党に入れておけばどん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 良くなるんだろう、何か困ったら全部解決してくれるだろう、そう思って皆さん方の先人の皆さん方もどん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 自民党に票を入れていた。でもどうですか、全然人口は減っていくし、もう市町村は消滅するかもわからない、そういうことまで言われ出しています。今の政府自民党がやっている地方創生全く効いていません。今回総理になられた石破さんは初代地方創生担当大臣だから、今度総理になって今地方創生に予算をつけている、その予算を倍増させると言っています。これね、お金の問題じゃないんですよ。私は代表にならせていただいて1年半で全国47都道府県すべて回ってまいりました。全国キャラバンといって地方の皆さん方がどういうことを望んでおられるのか、どういうことをやらなければならないのか勉強してきました。お金じゃないんです。お金じゃない、まあ例えば一次産業、農業、林業、漁業を充実させてそこで安定的な収入を得られるようなそういう仕組みを作るとか、規制緩和をして例えばライドシェアね、これ徳島もおそらくタクシーの数足りないんじゃないですか、徳島から離れ、徳島市内から離れるとね、だから一般の方でもこのライドシェアといってタクシー代わりに車を提供できる、運転をして一般の皆さん方をいろんなところにお届けできる、そういうね政策、要は規制緩和なんですね。 そして地域の特徴を生かしてやっていく、そういうことがこれから非常に大事になってきます。今までやってきたことが全然ダメだったから地方は今過疎になって元気がなくなってきているんじゃないですか。だから新しいやり方、今までにない発想、前例慣例をぶっ壊して古い政治を壊して新しい政治をやっていく、そういう時代がやってきました。ですからね、もうそういう前例慣例で物事を考える政治家よりこの新しい発想で、まあ、しがらみのない政治家を選んでいただくこと、それがこれからの日本を作っていくと思います。まあ、堀さんね、そういう意味ではもうね、見た感じが非常に真面目そうですから、絶対悪いことしないというのはよくわかります。そして新しい発想で、まあ、歯科技工士をやりながら、そしてこういろんなことにもチャレンジをしてきた皆さん方のこの口腔内、口の中の環境を保つため、守るため、より良くなるために今まで頑張ってきてくれました。今度は社会を良くするために堀さん頑張ってくれます。ぜひね、皆さん方のお力で堀さんをこの国会へ送ってください。私たち日本維新の会と堀聡さんは
全国民が夢や希望を持ってワクワクドキドキできるようなそういう社会を必ず作ってまいります。そうだ、皆様方のご支援を心からお願いを申し上げまして、ホーリーさんの応援のエールに変えさせていただきます。よし、皆さんどうも今日はありがとうございました。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。